こんばんは。こんばんは。ハート、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。今日は別にレッスンはなかったです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。結婚してお断りです。こんばんは。あきおめ、ありがとうございます。あきおめです。あきおめ、ありがとうございます。あきおめです。あきおめです。ハート、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。おいしい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いつもきちんと、そうですね、私は基本的に逆に早く始めたりすることはないんですけど時間通り割と始めますね。ハート、ありがとうございます。ココア、ありがとうございます。センス、花束、ハート、ありがとうございます。前髪切ってないです。割とずっと切ってないかも。今年も好きだよ、くまちゃん、ありがとうございます。ココアちゃん見たらお腹空いてなんで叩き売りの少女ってなんだ。なんかさ、最近気づいたことがあって、やっぱね、一人でご飯食べてるとあんま美味しくないよね。みんなと食べる方が美味しいよね。こんばんは。いやー、もう美味しいんだけどさ。あきおめ、ありがとうございます。また言われた。よく言われます。かおりさんに声似てるねってよく言われます。お決まりのスペースは聞いてました、さっきまで。塾長って誰？誰？ゆあにゃん？ゆあにゃんって塾長って呼ばれてんの？面白すぎない？よく言われるんですよ、かおりさんに似てますねって声。でもさ、見てたんですよ。言ったか。そう、昨日配信見てたけど、全然似てなかった。だからちょっとね、はてはて。もう嬉しいからさ、どんどん言っちゃってもらってって感じだけどさ。そう、昨日マリンちゃんの写真見返すと、所長か。所長、配信5分前からスタンバイしてるの。あきおめ、ありがとうございます。確かにココアの配信はマジで食べ物の話多めです。ゆあにゃん、ゆあにゃんって塾長なんだ。サータンがココハちゃんにキミちゃんとのエピソード聞いてこい。ココハとってこと？ん？ココハとはかおりさんのってこと？ん？なんだ？なんだろう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 ？ココハちゃんはココハちゃん？あきおめ、ありがとうございます。音符、ありがとうございます。レセ、あー、みんなには言ったよね、もうね。そう、こないだのエスコアの時に、頼りの頼りは翼だけだの、あれはどこでしょうね。どこ、なんて言ったらいいの、なんて書いてた、ここハメールに。なんだっけ、なんで、何、どこですか、あの部分、あの部分の歌詞って何ですか。タコちゃん、あきおめ、ありがとうございます。ちょっと待ってよ。ね、ここはメールにあの部分の歌詞書いたからさ、ちょっと誰か持ってきてくれないかな、その部分の歌詞。なんだっけ、ちょっと待ってよ、全然思い出せないな。
あきおめありがとうございます。誰か誰かヘルプ、誰かヘルプだよ。なんだっけな、ほんとちょっと待ってね、多分誰かが言ってくれるはず。七色に輝く。さすが。ありがとうございます。頼りは翼だけだですよ。もうその2番のね、七色に輝くのところで、そうハイタッチしましたっていうエピソード。そうもうね、割と言ったんだけど、そうもうね、ココハがこんな嬉しいエピソードを話さないわけがないということで、もうちょっとね言っちゃってるんですけど、そうそこの部分ね、そうちょっとハイタッチねしたんですよ、前回のレッスンの時に。そうだからぜひ見てみてください。定点で見たら見れます。結婚してお答えです。声質は似てるけど喋り方は違う。ハートありがとうございます。てってサブ。なんかマジであのさ、今日サートンと話してたんだけどさ、なんかいつまでこんな寒いの続くんだろうねみたいな。でも去年の2月とかは全然寒くて、ここは2月、去年の2月にさ、あのユニバに行ってたんですけど、え、その時さもう本当にもうめちゃめちゃ大防寒してたのね。大防寒してたから2月いっぱいはもう相当寒いかったのね、去年。だから寒いねって思って、ってことはいつからもうあったかくなるのっていう、いつまで我慢しなきゃいけないっていうね話ですよ。そうマジでここ 2,3 日寒すぎ。スコンブとかあげてないよ。え、そう狼とプライドの衣装ね着れたのめっちゃ嬉しかったです。2月寒いですよね。え、2月ね、去年はね下旬も寒かった。去年ココハ統計だとね、結婚してあこたりです。今日もめちゃめちゃ寒かった。4月までダウン出してた。マジかマジか。3月ぐらいまで寒い。無理なんですけど。センスありがとうございます。3月ちょっと無理だな、さすがに。さすがに2月が一番寒いのかな。広島は知らないです、私広島に住んでない。帰りたいから、帰りたい欲を何て言うんでしたっけ、再熱させないでください。今確認。お、素晴らしい行動力ね、嬉しいよねああいうのって。おはよう。お、100回目、ありがとうございます。100回目の訪問。てれてれてれ。2月が一番寒いのか、マジか。思い出してもテンション上がりますね。去年は広島、寒かったと思いますよ、小寒。そうなの、確かに。そうなんか最近がなんかめっちゃ寒かったってわけじゃないから、ここ 2,3 日の寒さに耐えられてません。今の広島にいないからの言い方ちょっと、どんな言い方してたんだろう。仙台は4月まで寒い。でもさ、確かにさ、なんか入学式とかもさ、なんか寒いイメージあるよね。確かに全然入学式寒いイメージあるわ。そうなの、ここなんかさ痛いんだよね。痒いんじゃなくて痛いんだよね。もうそうなの、なんか痛いの。最悪だよね、なんか殴られたみたいじゃない。あの何、口内炎じゃないかも。なんかあのヤンキーみたいじゃない。ヤンキーなんですけど。広島はね、いやヘルペスじゃないね、
花見ね、花見、お花見したいな、お花見したいですね今年。なんか桜が綺麗な場所はありますか？桜な、桜が綺麗な場所はありますか？ぜひとも紹介していただきたいですね。寒い時のおすすめ温かい食べ物、豚汁ね。生誕祭早く欲しいよね。名城公園合ってますか読み方は。カバズ桜祭り、名古屋城綺麗なんだ。名古屋城行ったことないし、春のその桜の季節に行ってみようかな。鶴舞公園どこにあるのかな鶴舞、あ、鶴舞、鶴舞なんだ。鶴舞、愛知の真ん中ら辺の岡崎の桜おすすめ。へー、岡崎、いろいろありそう。あと、ありがとうございます。桜行きたいな。でも花見とかは本当にでもしてないかも。毎年、名古屋城いいね。ココア、ありがとうございます。そう、お花見は別に毎年してなくて、そう、そうなんですよ。でもなんか、あ、でも花粉症なんですよ。それが一番大きいかな。花粉症なので、まあ、なんか春に外にそんな長期滞在するのは危険なんですよ私。そうだからっていうのもありますね。こんばんは。そう、春はね、まあでも毎年もう花粉の季節になる直前ぐらいにはもう病院に行って薬とかもらってるんですけど、花粉症だね。そうけどね、治ればいいのにね、花粉症。そう、花粉症は本当にね嫌ですね。花見もね大変ですよ。花見したいな。でもそう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 、早い段階でね薬もらいに行けばなんとか。春のガヤガイライブとか、まあ、薬もらえばって感じですね。なんとか毎年でももらってるから。まだでも引っ越してきて内科とか、内科な、耳鼻科か、花粉症の薬って耳鼻科とか行ってないからどこにあるのか耳鼻科って感じだけど。寒い、マジで温まらないんだよね部屋が。なんでなんだろう。1週間だけ1週間冬のイルミネーション派。イルミネーション行けなかったイベント、病院、薬局じゃないよ。ちゃんとね病院に行くんだよ。薬局の薬とか飲んだことないな、花粉症の。だって耳鼻科でもらってるから。布団乾燥機、すごい。そう、布団ね、布団もさ、そう、毛布とかもさ、何、最初からもうぬっくぬくなわけじゃないからさ、ちょっと嫌だよねそういうの欲しいわ、布団温めるやつ。てかこたつが、マジでこたつに入りたい。なんか冬でさ一回もこたつに入らないのちょっとなんか嫌なんだけど。電気毛布ね、なるほどね。こたつに入らない冬嫌だな。ココアはね、そう、花粉はねちゃんと耳鼻科でもらう派です。
薬局とかはね買わないかな。なんて読むんだろう、犬山城。桜が綺麗なんですか。湯たんぽね、こたつで寝たいな。いいな、こたつで寝て。みんなずるい、こたつ、こたつに入りたいよこたつに入りたいよ。こたつなうの人多すぎませんか。こたつなう、いいな。こたつ、いいな。こたつに、こたつで寝たい。姫路城と並んで国宝。姫路城はね、行ったことありますよ。姫路城はね、小学生の修学旅行、いつ行ったんだっけ、何かで行きましたね。姫路城あんまり記憶がないだからちょっと昔に行きました。城下町、城下町とかいいですよね。そういう感じの雰囲気のところいいですよね。城下町、お城ここはどれぐらい行ったことあるんだろう。そんなに行ったことないんだよね。でもお城改装中。姫路城、広島の修学旅行、関西が多いの。どうなんだろう。でも東京とか多いんじゃないかな。あ、そうだ、小学生、小学生、中学生、わかんないな。中学行こうかな、関西だった気がする。お城っていいですよね。大阪城、大阪城、わかんない。大阪城行ったことあるのかな。ないかも行ったことはないかも、多分。見たことある、ん、見たことあると行ったことあるって一緒なのかなわかんない。こんばんは。寒いんだけど、普通に部屋が温まらない。秋雨ありがとうございます。センスありがとうございます。和歌山城ね。でもね、広島城、熊本城、結婚して、あ、こだわりです。熊本城、姫路城、あと岡山城も行ったことある。それぐらい姫路城見えるんだ。寒い。わかんないんだよね記憶が曖昧です。でも広島城ね、好きです。私、夜はライトが照らされてていい感じです。広島城はね、めちゃめちゃ毎日のように見てたので好きです福山城ね、行ったことはないな。水色のだるま、ありがとうございます。布団の中だけで寒いね。ほんと寒いよね。秋雨ありがとうございます。いっぱい寝よう。今日もいっぱい寝れそう。寝よう寝よう寝よう。
お城の中で新幹線の駅があるの、めちゃめちゃいい。そういうのいいですね。いいね。でも最近さ、お城の中がさ、お城じゃないよね。廿日市、確かにね、地元じゃないところの地名ってマジで読めないですよね。地元でもその何行ったことなかったりすると読めないですよね。広島城行ったことあるけど、イベントイベントやってたんだ。すごい、ありがとうございます。そうそう、中が、そう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 、錦帯橋、渡ったことあると思うんですけどね。ありがとうございます。さっきね、ここはね、レナの配信をねちょっとだけ見てた。ちょっとだけ見てました。会いたくなっちゃったよ、会いたくなっちゃいました。ちょっとレナと遊びに行きたいんだけど、誘ってくれないかな。鉄拳コンクリート像、そうなんですよ、中がね、リス園、紫のんぽありがとうございます。動くハートありがとうございます。自分からはね誘わないんですよ。そう、誘われ待ちなんですよね。これマジで人生で友達を誘ったことあるのがマジで片手に収まるます、マジで。そうなんですよね、かけらなから誘ってくれるかな。こんばんはです。どうかな。台湾リス、リスかわいいよね、リスって。なんか普通にね、マジで名古屋とかどこも行ってないよね。チーカーみたいにウルウルしてると誘われやすいらしい。チーカーみたいにウルウルできないんですけど、どうしたらいいですかね、そういう場合。チーカーみたいにウルウル、難しいよ。誰かできる人いるのかな、逆に。誘われ待ち同士だ、確かに。ラジオの時愛知県の地名読めた、確かに読めてたっけ。ここは受け身ちゃんです。目薬でやっちゃうか。ちいかわ、ちいかわこんばんは。ちいかわ、読めない。ちいかわ、ちいかわ、ちいかわ、ちいかわってネーミングセンスいいよね。なんて読むの、読めないよ。みおたんさんできるのかな。ち、うるうる、ちいかわ、ちいかわ。ハチワレって猫じゃないらしいよ。猫って思ってなかったけど、常滑ね、なるほど。チーカマ、チーカマは美味しいやつ。常滑なんか、この間なんか聞いた気がするな、このルームで教えてもらった気がするけど、学ばない女ですいません。ちいかわ、ちいかわ、ちいかわ、お腹すいた、食べてください、ご飯を食べてください。食べてください。うさぎのモノマネ、うさぎね、黄色いやつか、うさぎ。ちいかわ、ちいかわ、ちいかわ、
お、そういやさ、なんかさ、めっちゃ前にさ、私が、なんだ、なんだっけ、ドラマ見てるって言ったじゃないですか。ひまわりみたいな、雨のひまわりみたいなあれをやっと今日見終わりました。ソムロスヨシさんのやつ、なんだっけな、雨に濡れたひまわりみたいなドラマをね見てたんですよ、ネットフリックスで。やっと今日見終わりました。感動でしたよ。もう大号泣スペシャル最終回って感じだった。そんな感じでした。マジで雨に消えたひまわり、それだ。でもびっくりした、最終回をさ見てびっくりしたのがさ、5話しかなかった5話しかないのにさ、マジで1ヶ月くらいかけて見た気がする。いつその話をしてたかちょっと忘れちゃったけど、そう、え、待って、最終話5話なんだけどと思って、めちゃめちゃ時間かかりましたね見るのに。本当に泣いたの。何その、その疑いはなんだ、その、別に嘘はつきませんが、え、わかんない、1話何分だろう、普通に40分とかなのかな、ちょっとわかんないけど、めちゃめちゃ時間かけてみましたでもいいお話だったから、そう、見てよかったなって感じ。普通にね、映画館に行きたいんですよ私。映画館に映画を見に行きたいんですけどね。ちゃんと見て偉いですか？いや、なんかネットフリックスって視聴途中のやつが並ぶから、なんかああちょっと見なきゃなってなんか思わされるというか。ネットフリー、そう、ネットフリーはね入ってるんですけど、うん、いいですよネットフリー意外といろんなの見てますネットフリーで。あきおめありがとうございます。あきおめありがとうございます。アプリする、もったいないよセンスありがとうございます。でもご飯はネットフリはなんだ、なんかファミリーパックみたいなので入ってます。ご飯食べてきた、お、いいですね。何を食べたのでしょうか。フール入ったことないな。流れ星ありがとうございます。バカスカパースカパーアマプラ、あきおめありがとうございます。そう、そのだって自分で払えるわけないじゃないですか結婚してあがたいです。あきおめありがとうございます。ね、見るもの多いですよね、わかる。ご案内しますと、ありがとうございます。そんな高くなくない、え、ドラママジで、え、もう始まってきたんですか、嘘、全然知らなかったよ。まあ見ないかも今期も、もしかしたら見る、見よう、わかんない、ちょっとチェックしてなかった、まだちょっとチェックしてみよう。マジで知らなかった、もう始まってたんだ、マジか、マジか、マジか始まってた、もうやば。なんか面白そうなのあるかな、全然チェックもしてないけど、あるかな。あっという間、マジで時の流れが。ビバン、
きつく。なんか面白そうなのないかな。好きなさ女優さんとかが出るやつがあればいいな。それが結構大事、ココハにとっては。全然チェックしてないけど。マジで寒い。なんでこんなに温まらないんだろう。この前のさんじゃないよ、楽しかったです。あ、よかったです、楽しんでもらえて嬉しいです。びっくりドンキーのハンバーグ届いた。いいな、びっくりドンキーのハンバーグいいな。あきおめありがとうございます。でもココハンは今お寿司が食べたい気分で、で今日ココミンに会ったんですけど、ココミンもお寿司食べたい気分って言ってて、でなんかお雑煮も食べたいな、食べれなかったからって言ったら、ココミンも食べたいって言ってて、マジで口の中が同じすぎてびっくりしました。こんなに2つも同じことあるっていう感じでした。女優さんは浜辺美波さんとか森七菜さんとか清原果耶さんとか好きですね。あとは誰だろう、あ、西野七瀬さんはもうマストですね。私が一番好きな人なので。そう、お寿司いいよね、お寿司って。お寿司はマジで食べたいですね。こんばんは。女優さんも、好きな女優さんも多めでやらせていただいてます。そうなんですよ、女優さんとかってさ、なんかなかなか会えないじゃないですか。アイドルとかだとライブがあってってあるけど、女優さんって本当に会えないですよね。お寿司、毎日でも あんまりね、なんかお寿司食べたいって思う時ないんですけど、ここはなんか今なんか食べたいんですよ。あんまりお寿司食べたいって思う時ないんですけどね、普段だったら。なぜかなぜか。セクドメのレッスンはどうでしょう、大変、どうでしょう、何をもって大変というか、どこを基準として大変というかっていう感じだけど。ね、わかんないわ。ネギトロ、お寿司ってネギトロ。ハートありがとうございます。こんばんは、こんばんは。メンタル？それはもう大変ですよ。カッパ巻き、お寿司食べ放題？お寿司食べ放題は行ったことないな。お寿司、あ、でもなんかなんかあれだ、ここさ、しゃぶしゃぶのさ、なんかゆずあんっていうお店があるんですけど、そこ行った時はお寿司も食べ放題だったから食べたけど、お寿司だけの食べ放題は行ったことないかも。あるんだそんなのが。流れ星ありがとうございます。お寿司、そう、ゆずあん、ゆずあんゆずあんでならあるけどね。ゆずあんよく行く。ゆずあんいいよね。しゃぶようはいつもお寿司はつけないな、ここは。流れ星ありがとうございます。ゆずあんいいですよね。美味しいよね。
そう、それだったらお寿司食べ放題あるけど。いざ、あとあのブログに載せてたさ、カニ食べに行った時もお寿司食べ放題だったけどそんな食べなかった。シャビオと、え、そうなんだ、これシャビオでつけたことないな。お寿司、焼肉で食べ放題のお店でもお寿司食べ放題ついてるとこあるけど、確かに確かに、ここはもうそれなったらつけない派かもしれない。金の豚行ったことないんだけど、え、てか広島ないと思う絶対。聞いたことないもん、金の豚。行ったことなさそうだな、金の豚ないよね絶対。こないだ、てかそのココハの大好きなナマステに行ったよってお姉ちゃんから写真が送られてきて、いいでしょってきた。そんなわざわざ自慢してこなくてもいいじゃんね。ハンバーグ食べてるけど口がおすしとしゃぶしゃぶになってきた。でもハンバーグもココア食べたいって思ってたから。すすめバイキン、え、何それ、それも聞いたことないよ。ナマステマウント取られました。ないからさ、ナマステ、マジで。寒い、もうやだ寒いの。ナマステ、広し、あ、中国地方にしかないからね、みんな名前に騙されないでね、中国地方だけだから。あ、ありがとうございます。え、なんかね、震えるほどは寒くないですけど、あったかくならない、あったまらないんだけど、エアコンつけてるんだけどな。寒く、なんて言うんだ、寒くはないけどあったかくないから、それはもう寒いってことじゃないですか、イコールでね。ヤバトン行ったことないですね、ヤバトン行ったことないですね。半袖じゃないです。窓は開いてないですよ。そう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 、ちょい寒って感じ。部屋が16度です。部屋16度は寒いよ、部屋16度は寒い。え、生誕祭、え、わかんないよ、ないんじゃない。え、知らないよ、ここは。え、広島八丁堀ありますよ。半袖だったらね、もうね、ただのね、頭おかしい人ですよね。布団こもってるのいいな。部屋20度、あ、まあ20度はいいと思います。この間さ、この間さ、私あのクゴミンとカキラノと配信してたじゃないですか。その時さ、あのそこの部屋のさ、エアコンをさ29とか29度に設定してた。めっちゃ面白いんだけど。でもめっちゃ暖かかった。いやね、夏やん。いつあるんだろうね、生誕祭。赤堀さんの生誕祭とかも出たいな、マリンさんの生誕祭も出たいな。いや、あったかかった、ちょうどよかった。あったかかったですね。
家はそんな高くしないよね。肉好きだから。え、でももともとそれになってたのかな、その電源入れた時にそうなってたんだけどのかな。生誕ないでしょ、まだ制服の始まってないし、てか生誕 T 可愛いんだ、見たいな。でもさ、割とあの公園で生誕 T 着てる方多いじゃないですか。毎回さ、この生誕祭可愛い、誰のなんだろうって思ってる。サラボン、ココハの方が好きです。ココハの方が好きです。赤織さん、ココハの方が好きです。ココハの方が好きです。ココハの子が好きです。ココハの方が好きなのに、ココハの方が好きです。好きなのに、ココアが好きなのに。あ、ココアが好きになった人みんな好きになっちゃうからね。もうマリンさんどうしたのとかさ、ココアはもうこのことしか言ってないから、もうここもう違う違う違う、もうそのさ、多分さ、ちょっと前にさ、ミオタンさんも言ってたけどさ、A の話をしたらさ、 B は違うのかって言ったらそうじゃないんじゃないですか。私は A の話しかしないんですから、その比較とか勝手にしないでください。わかります。もうね、それめっちゃ大共感したの。ハミオタンさんがいつかの配信に言ってて、マジで大共感スペシャルしたのね、本当に。その A のことを話した時に、あ、 B はどうなのかとか言われても、その私はそんな話をしてないので。その何ですか。そうなんですよ、そういうことです。うちから歩いてディズニーできた、買い物にディズニー、待って、どういう状態。え、パワーワードですね、今日。うちから歩いてディズニー行ってきた、買い物だけだけど。わかります、大共感ですよね、大共感ですよね。そう、そういうことです。なんて言うんだろう、いいさ、例え話したいな。こういう時にいい例え話ができる人って、あ、なんか頭いいんだろうなっていう感じですよね。私もそういうのになりたいな。むずいな、いい例え出したいな、いい例え出したいな、マジでいい例え出したい。え、マジでいい例え出したい。むず無理、無理だわ、頭良くなれないかも。なんだろうな、むず、なんかないですか、いい例え。え、てかまあちゃんと伝わってる人がいるのかがまだちょっと分かんないですけど、いい例え言いたい。難しいよ、そういうのじゃないんですよね。なんとかも好きだけど、なんとかも好きじゃない、そういうことじゃないんですよ。これも好きだけど、これも好きっていう意味じゃないですよ。ただそれはもう違う、それは違う。それは違うんですよね、それは違うんですよ、それは違うんですよ。なんていうの、難しい、もう無理。難しい。お寿司やマグロが好き、ケーキ当たるとか好き、
なんか違う気がするな。なんか違う気がするな。むずいね。それむずいですね。推しを測りにかけるのは無理。うん、そういうことじゃないんだよな。そういうことじゃないんだよな。どっちも好きとかじゃないんですよ。違うんだよな。違うんだよな。違うんだよな。うん、違うんだよな。違う。あの、なんて言うんだろう、もう難しい。長くなる。なんていうか、まあ、みんな違ってみんないで、まあ、それでいいんですけどね、もう。むずいね、難しいね。普通に例えるのって難しい。やっぱ頭偉い人ってすごいね。まあなんていうか諦めちゃうよね。なんかいい例えないかな。妥協しちゃう。まあなんというか、むずすぎてやばい。センスありがとうございます。まあ分かりますけどね、話って派生させたいですもんね。会話って派生で成り立ってるから分かるんですけど。これはこれ、それはそれって感じ。そういう感じ、そういう感じです。まあみおたんさんの例えがめっちゃ上手だった気がする。ちょっと忘れちゃったんですけど、私はいつかの配信でねそういうこと言ってたんですよ。忘れちゃったけど。忘れちゃうと意味がないんですけどね。まあまあ難しいですね、難しいです。まあなんというかね、どんな例えしてたっけって感じですよね。まあなんというかまあここで A が好きって言ってて、違う場面で B が好きって言ってて、またその違う場面で A が好きって言った時に、え、 B も好きって言ってたじゃん、じゃあ B は好きじゃないってことって言われたら、そうじゃないじゃないですか。伝わるこれ。伝わるこれ。そうだから好きなもの2つの話をされた時に片方を比較するのは違うよねっていう、その比較対象ではないよねっていう。 A は A だし B は B なの。だからその A の話をしてる時に B の話を出されても、それは違うよねっていう感じ。伝わるかな。まあまあそういう感じです。そうそう、理解できるのに言葉にできない、これはダメですね。うん、どっちも好きで、それはねちょっと違うな。仕事と私どっちが好きなのみたいなやつ。まあそういう感じ。そう、もう諦めるね。まあそうね、ベクトル的なやつ。ベクトル的なやつです。そうそう、まあもう大丈夫です。もう大丈夫ですよ。
ちょっとまあ伝わってなさそうだけどね割とまあ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 人それぞれ皆さんありますよね解釈というものがありますのでね。はーい、てかさココハさん、ウェルカムコメント書いてるじゃないですか。それって読んでますみんな。ココハさ書いてるんですけど、ウェルカムコメントでさ、昨日かな、昨日これ変えたんですね。で何を変えたかっていうと、あの1月4日エスコアに出演させていただきますって書いてたからさ、それを消したんですけど、もう1月4日をさ割と昨日だからあの4日ぐらいね過ぎてたんですけど、誰も気づいてなくて誰も教えてくれなくてそうだからずっと1月4日出ますって書いてて、もう出演し終わったのに、だからあのそう嘘、研究生になってるの、嘘、もう変じゃんかよ。だからみんな読んでるのかなと思って、読んでないのかな、一回読む。でも1月4日がねそう永遠書かれてたのよそうだから誰も教えてくれなかったと思って、てて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 こんばんは、こんばんは、温かい目で見守ってたんですって、あえて言わなかった、あそういうことね、出たよ、なるほどね、確かに、そうまだね次の公演の予定は立ってないから書けないんです。ピエン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 PM PM 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 試してました、試されてましたハンター試験かな、早く公演出ますっていう予定を書きたいんですけどね来年の1月、確かにこれで来年の1月4日でったらいいね、ついに自分のポストにナチュラルでピエンって書いてて、ほーってなった、さすがです、いいですね、いい例えくださいって書き換えたら、いい例え教えてくださいって。ここはさ、なんかよく創作楽曲作っちゃう、ん創作楽曲しちゃうんですよ、あのなんかさ口ずさんじゃんですよ、なんかこの世にない歌を、歌詞とかもつけちゃったりして、そうよくね、みんなはさなんか多分聞き流してるんですけど、サータンだけはえその曲何って絶対聞いてくるんですけど、もう 100% 創作なんですね、だから毎回創作だよって言ってるあ、 ありがとうございます。そうなんか歌っちゃうんですよ、なんか今の心情とかを、そう二度と聞けません、もう覚えてないし別に、その時の気持ちをただ単になんかメロディーに乗せて歌ってるだけで、そうそういうのよくやっちゃいます、創作しちゃうんです、曲を。まあでも配信中はやらないです、多分口ずさんでるとしたら既存の曲ですそうでもね言っちゃうんですよね、なんかお腹空いた時とかはもうお腹空いたのを伝える
楽曲を作ってそういうのやっちゃうんですよね。そうミュージカル系ですね、ミュージカル系。面白いフレーズ思いついたら携帯に。すごっ。ごはごはあの反省点とかはマジで一滴も漏らさないようにメモしてます反省点ってね、意外とね、その時はさ、反省点ってマジでその時は本当に割ともう後悔するぐらいのあれなんですけど、割とすぐ忘れちゃうんですよ反省点って。だからねメモしてます。存在しない楽曲口ずさんでた？あとね、感情は言語化するのおすすめです。感情は大きく分けると5つですか、喜怒哀楽ですかねあると思うんですけど、それがなぜ今私はなんで楽なのかとか、なんで愛なのかっていうのをね、言葉にするのはおすすめですこんばんは、こんばんは4つでした、喜怒哀楽4つでした喜怒哀楽4つでした、喜怒哀楽4つでした、喜怒哀楽4つでした。言語化じゃないね、なんだね。歌には全然哲学は入ってないです全然です。作詞のコツはないです確かに5つ目作るとしたら、喜怒哀楽で5つ目作るとしたらなんだろう、喜び、怒り、愛は何だろうね、哀愁漂う的な感じ、愛楽悲しい的なことだよね。5つ目、無、確かに無はありそう、喜怒哀楽無喜怒哀楽の方がいいかもあの語呂的に、平ってなんだろう、気になるな、平和的な感じ。寝るはもう寝てるのよ確かに無いいな、無いいね、割と無が正解かもね、無いいね、無は結構いいですね、いい線いっておりますショックは感情なのかどうなのか、やったね、いいですね、さすが推し弁の言葉をナチュラルに使っていく、深刻すぎて逆に笑っちゃ、あ、それもありますね、追い込まれてるってことで追うっていうのはどうでしょうこの3連休、大阪から愛知県に旅行しました。お、愛知県はどうでしたか。私今は愛知県の住民としてやらせてもらってるんですけど、愛知県どうでしたか。愛知県については私もまだまだちょっと知らないんですけど楽しんでいただけてたら幸いでございます。神宮神社、ここはもう行ったことないところだ、よく、なるほどね、面白いね、元数でやりそうな内容だわ
ケンスマジでこういうのもやるから。感情を追加するとしたら何ですか、またその理由を述べてくださいとかありそう。高校の時はなんか朝学っていうのがあったんですよ。なんか各教科の先生が毎日ね違う教科のプリント1枚のなんかちょっとした豆知識を教えてくれたり、そういうの考えてみてくださいとか、間違い探しとか、そういうの朝学でもありそう。一宮モーニング、モーニングいいですね。ここはモーニングまだ行ってないけど、大喜利じゃないよ、ちゃんとね考えなきゃダメですよ。元数はそういうのもやってましたね。なかなか考えさせられる。そうですよね、私も。え、らしいですね、モーニング発祥さ、愛知と広島なんでしょうね。ちモーニング、モーニング行ったことないかも、行ったことないかもしれないです。朝から活動することがあんまりなくてあ、なんか朝から活動することはあっても、モーニングは行ったことないかな。ご飯派だしな、ここは。お米派、お米派だしねえって感じ。確かにカイココアさんさ、X でさ、いつか動画上げてたよね、モーニングの。活動、活動ですよ、活動こんばんは。そう、ご飯派なんですよね、ココハが。こんばんは。あれ、名前変えました、気のせい。4キロ離れたお店に歩いて、すげえ、4キロ歩くってやばいですね。4キロ歩くってすごくないですか。4キロ歩く、すごい。朝から牛丼すごいな、牛丼。朝ごはん、毎朝ごはん食べてるんですか。食べてます。最近あの麦ご飯にしてみました、朝ごはんなんかいいかなと思って麦ご飯にしてみました。学校、小学校の時の給食とか麦ご飯だったんですけど、週2ぐらい。それをちょっとやってみましたあ、イワニア推しの方ですね、こんばんは。歩くのはね、麦ご飯、大体カレー、そうなのかな、わかんないなそう、麦ご飯にしてみた。家オムカレーいいですね。麦ご飯ってでもあんまり大人になって食べなくないですか。ご飯もね、何年かぶりに食べました、麦ご飯。得した気分になるでもね、そうね、なんかプチプチしてて美味しいです。給食で一番ピロシキって初めて聞いたけど、なんだ。ご飯はなんだろうな、広島っこ汁とかかな広島っこ汁とかかな。あとはなんだろう、くわいの唐揚げとかも好きだったな地元にしかないやつしか言わない。麦ご飯ってプチプチしてますよ、美味しいですよ。あとはなんだろうな、あとは広島名付けとか
地元のしか言わないスタイル。三色ゼリーもね、まあ好きかもしれない。くわいは広島の地産地消の商品なんですよ。そう、プチプチです。広島っこ汁は味噌汁なんですけど、なんかね、じゃがいもが入ってたりします。くわい、福山も広島ですよね。そう、地産地消商品です。まあ共感できるやつだとしたら、なんだろうな、なんか覚えてないんですよね、あんまり給食何が好きだったんだろう。多分給食あんまり好きじゃなかったんですよね。なんか言わねえに配信見られてるんですけど。無理。ソフト麺はなかったです。ココハの時代にはもうジェネギャです。ゆわにゃんに配信見られてる。いやー、プチプチしてません。麦ご飯プチプチしてますよ。ゆわにゃんに配信見られてるよ。ゆわにゃんに、さっき川村塾の人いたけど、ゆわにゃん、ゆわにゃん、ゆわにゃんなの。あ、違う、待って待って、ココハさ、ずっとさ、待って待って、待って、ココハさ、ココハさ、これさ、プロフィールまでさ開いてみたのにさ、ユアニア推しの方々ずっと思ってた。ココハさ、これあのなんかさ、見たことない人だなと思ったから、このちゃんとさ、このプロフィール開いて見てたんですよ。見てたのにもかかわらず、その最後の1行ぐらいしか見てなくて、あの神村塾生募集ですみたいな、だから、あ、イヤニャファンの人がね、なんかあの布教活動してくださってるんだと思って見てたんですよ。だからさ、ここはだってさ、あ、イヤニャ推しの方だとか言ってたんですけど、本物だった。なんかさ、みんなもさ、プロフィール見れますよね。なんかさ、開いたらさ、のファンの人みたいなさ、写真を使ってるからさ、写真がさ、ファンの人みたいな写真だからさ、かわいい。写真が可愛いのがじわる。本物なんだけど。あきおめ、ありがとうございます。本物でした。面白い女だ。でもみんなわかるよね、マジで。面白い。あ、いいですね。やばい、めっちゃ面白い。ちょっとスクショしよう。はあ、面白い。てんちゃんだもんね。そう、てんちゃんだったんですよ、ゆあにゃんは。ゆあにゃんはね、てんちゃんでした。やばい、抜け出せないかも。スクショした。スクショしちゃいました。やばい、もうプロフィール見るのやめよう。何回見ても
笑っちゃう。なあやば、最高だね。あ、名前変えれなかったの。いやにゃ無理だわ、おもろ。いやにゃね、いやにゃね、いやにゃね、いやにゃ、いやにゃ、ごはんね、いやにゃのねダンスがね大好きなんですよね。あといやにゃのポニーテールが大好きで、いやにゃのポニーテールが大好きで、あのおすすめです。あと目の色がめっちゃ綺麗です。めっちゃ綺麗な茶色です。ポニーテール、ポニーユアニャンだ。ポニーユアニャンだって言ってた、ここポニーユアニャン、ポニーポニーユアニャン。そんな言ったっけ。なんかさ、わかるんですけど、あのさ、ナンバーの後のさ、ナンバーと10の間がさ、時計のやつなのさ。やばい。ナンバーの後がさ、時計のやつなのもさ。痛い。ありがとう、笑わせてくれて。ああ疲れた、笑って疲れるな。ああ面白かった。でもなんか最近はなんかゆあにゃんがなんかちょっとツボだったっていうのもあって、なんかここは割となんかゆあにゃんのあのね、嫌なの全部が好きなんですよ。急な告白って感じだけど、なんか顔も好きで、なんかダンスとかも好きで、なんかその何なんていうの、等身も好きだから、なんかよく見てたんですよ。なんかしたらなんかね、あの声帯が面白すぎて、なんかね、そうなんか好きだからこそ観察をしてたんですよ。ちょっと最近なんか可愛いなと思って観察してたら、なんか面白くて、なんかね、そう、それもあって、そう、それもあって今日はつぼっちゃいました。うん、面白、はあ、そう、実はめっちゃユアニャン好きなんですよね。実はね、はあ、楽しかったね。そう、
最高な女なんですよ、ヒワニャン。ニャンね、やばいじゃん。もうさ、面白いよね。ニャンだって、ニャン、ニャン、唇、唇、唇みたいな。最高にいい一日。誰？面白かった。はあ、疲れるね。許してにゃんだって。ユーニャ最高だね。疲れちゃったよもう。ユーニャスープ飲んでから。バイバイ。スープ。スープだって。バイバイバイ。また明日ね。また明日会おうね。ユーニャってスープとか飲むんだ。ああ面白かった。おもろ、また明日ね。あガチでおもろい。こんな笑ったの、いや久々じゃないんだよね。でもね、こんなにツボったことが割と最近あって、そう割と最近もあったんですよ。ごかのその何回見ても笑えるシリーズがあったんですよ、最近も。そうあったんですけど、割とねあるんですよ、こういうツボっちゃうこと。そう、いやまさか、だって配信って一人でやってるからさ、一人での時にそんなことが起こるとは思ってなかった。割と最近もあったんですよ、ツボる出来事。面白かった。はあ、おもろ。楽しかったね。最高すぎない？本当にもう、ゆうにゃんありがとにゃん、本当ね、ありがとにゃん。はあ
最近はここ1週間の間でさつきちゃんにツボったのとココミにツボったのがあるだからもう12期はマジ面白いマジ面白い女の集まりです。最高に面白い女の集まり スープやばい本当に。何スープって何かマジ面白い疲れちゃった、笑い疲れちゃったよ。面白い人でごめんなさい。もう本当にそれでもいいぐらい面白い怒られてきます。あー面白い、本当に面白い。いいね、ここもスープ飲みたいな。あー面白かった、疲れましたね。文字がおもろいよね、字面がおもろい LINE してても思ってた、おもろいなって。最高ね、無自覚なのがまた面白いわ、やばい最高に面白いわ。あー楽しかった、もうこれ以上喋ることもないよ。面白い、そう面白いよ、みんなみんな面白いよ。もうね、みんなおすすめって感じ、みんな面白いから、みんな面白いです、みんな面白いです。ふう疲れちゃったボケしかいなそう。え、ココハはツッコミです、ココハはツッコミですよ、全然ココハはツッコミです。負けてられない、みんな負けてられないですね。ココハはツッコミ担当です、ツッコミです。やば、もうさ面白い人しかいないからさ、ここも面白い人にさなりたいって思っちゃうんだよね。優等生のイメージですか？そうですね、間違ってないと思います。ツッコミです、私ツッコミ。 MC、 でもなんだろうこの面白さってさ、なんかなんだろうMC の面白さなのかどうか、確かにそうかも、ツッコミ1かも、私ツッコミ1人かも。割と常にね笑ってる気がする、同期といる時って、その練習以外ね練習はもうねちゃんとめっちゃ真面目にやってますから。おるーさん、はあ、ほんとね面白い人ってほんと天才だなって思いますよね。あきやめありがとうございます、わかる。このはやめて、ほんともうそれもうね、ただのね他人ほんと面白かった、それ練習はねめっちゃ真面目にやってるしね、あのさめっちゃさちゃんと注意とかもし合ったりするの、受け出し合ったり、ちゃんと真面目なのみんな、なのにさ休憩時間とかさめっちゃ笑ってんのみんな、最高じゃんね。え、わかんない、ユアに大ボケキャラなのかな、天然なのかな、何なのかな。面白かったね、
ほんと天才だと思うわ。さすがに天才すぎた。え、そう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 、天性の面白さです。多分ユアニャのことがねめっちゃ好きなんだと思う、ここは。多分ユアニャのことがめっちゃ好きなんだと思います。確かになんかさ、わら、え、でもここはさ W 使ったことない気がする。え、これ2じゃないよも出たいな。え、そう、12期いいですよ。ハートありがとうございます。頬痛い。ねえ待って、もう無理、戻ってこないで。カムバックやばい。スープこぼしたから戻ってきた。カムバック、カムバックって何、カムバック、無理、どっからその言葉が湧いてくるわけ。やば、面白すぎでしょ。なあ、おもろ。あー、こんな面白くてさバリバリ踊れちゃうの、もう一周回ってな、なんかもうイライラしてきちゃうわ。カムバックやばいんだけど、星20個遅れた。ありがとうございます、ありがとうございます。あーやばい。塾長、塾長さすがですね、塾長。あー最高すぎ。それな、星20って何、星20って何。星20って何だろう。もうさ最悪なんだけど、ここはさマジでさ豚バラ封印してたの。お疲れた。あー川村塾やべえ、やべえ塾があったもんだ。豚バラじゃねえ、豚バラじゃないよ。封印を解いたよ。封印20で疲れる指の力だからスープこぼすんだよ。面白はあ、ニヤニヤの全てがツボですね。最高、最高すぎる、最高すぎますね、最高すぎ、はあ
一貫して赤だみです。そうね、ちょっともうまとめないでくださいまとめないでください。でもまとめれないよね、ただただ笑ってる女、やべえ女って感じ。天才ですよ、ほんとこの子は天才です。なんかもうココハが産み落としましたって言いたいぐらいの天才。センスありがとうございます。ハートありがとうございますす疲れました最高最高喋っても喋ってなくても面白い。ニワニャンはお強すぎるのもポイントです。とにかく顔が可愛いのがポイントはあ、面白。今何分ですか、そろそろ終わろうと。32分、じゃあ32分35分になったら終わります。あと3分あと3分で終わります。えでしょ、マジ顔強いのよ。カップラーメンの時間、そうですね。神回、神回です。はあ面白い面白かった、面白かった。でもさ、ここはさ笑いのストックあるからさ、もう疲れて笑えなくなっちゃう。今から笑いのストックあるからね、顔面強いのよ。スープをね多分ね、もう拭きに行ったんじゃない多分ね、はあ、はあ、伝説を作って去っていったぜ。最高だね、疲れが取れました。グッドグッドグッド。よく寝てください皆さん。今年一笑った1ヶ月も経ってないけど1ヶ月も経ってないけどね、普段からのままですよあー面白いねえ、面白かったね、ガチで最高すぎる。笑い収め早い、笑い収めは早すぎるでもよくつぼってます、私は日常茶飯事。35分、そろそろ終わりたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。
れたね。やばい、もう笑いのストックがなくて笑えなくなっちゃった。笑いのストックがなくて。また明日、また明日、おやすみ、おやすみ、バイバイ、バイバイ、おやすみなさい、バイチャラポー、バイチャラポー、田中ココさんだ、バイチャラポー、バイチャラポー、おやすみなさい。